クラスキノキャッスルクラスキノ土壌。クラスキノ土壌はロシア連邦宴会地方、クラスキノにある牧会の遺跡。塩州城に否定される。ポシェトアンオの低湿地に造営された港湾遺跡であり、南北380メートル、東西300メートルで、略四辺形の北を向いた、低鉄場の城壁に囲まれる。三方に城門があったと考えられており、Google e でも、 形状を確認することができる。7から10世紀、ここから日本や白木との間の施設が行き来した、海陸交通の中心城郭と見られている。渤海の中心都市上行流線府から、倉敷の土壌まで日本との交易ルートの日本道が整備されていた。現在、北西側から発掘が進んでおり、仏教寺院やオンドルの跡などが発見されている。 日本の青山学院大学の田村光一らが、縄文、城壁を発掘し、城門が亀城の形態であることや、城壁に馬面を持つことを報告した。エベ社福の府は、倉敷の土城から出土した墓海瓦には顕著な、高栗瓦の特徴や影響は見られないと指摘している。ありがとうございます。